公務が重なり出席できません。メッセージを預かっておりますので代読させていただきます。祝辞。春の光、うららかな本日ここに、平成29年度城西大学学域授与式が盛大に挙行されますことを心よりお喜び申し上げます。卒業生の皆様は城西大学のこの素晴らしい環境の中でそれぞれ勉学に励まれ、本日晴れて卒業の日を迎えられました。今日までの皆様のご努力に対しまして心から敬意を表するとともに、これまで熱心にご指導くださいました先生方をはじめ城西大学関係皆様のご尽力に厚く感謝を申し上げます。城西大学は創立者であります水田美京先生の学問による人間形成を建学の精神として、恵まれた教育環境の中から数多くの優位な人材を社会に輩出され、多方面にわたってご活躍されておりますことは誠に喜ばしい限りであります。また、本市はもとより我が国の教育水準向上の一翼を担っていただいておりますことに改めて敬意を表する次第であります。さて、本市におきましては少子高齢化が急速に進展する中、健康を重要施策の一つと位置づけ、城西大学をはじめ市内3大学のご協力をいただきながら、全国に誇れる健康長寿日本一の町を目指し、各種の健康づくり事業を積極的に推進してまいる所存でありますので、